エンリケ・バロン・クレスポは、スペイン・マドリード出身の政治家、弁護士。スペイン社会労働党に所属し、欧州議会では、欧州社会党グループの会派に加わっている。1965年に、マドリード・コンプルテンセ大学で法学を、フランス・パリのエセック経済商科大学院大学で、経営学をそれぞれ学んで卒業している。弁護士としては、労働法を専門とし、 また1970年から1977年にかけては政治事件において被告側の弁護を行ってきた。1977年から1987年にかけてマドリード選挙区から選出されたスペイン会議員として活動し、1982年から1985年にかけては運輸、観光、通信省を務めた。 選挙後に招集された欧州議会において欧州議会議長に選出される。また1999年から2004年にかけては院内会派である欧州社会党グループの代表を務める。1992年から1994年にかけては外交防衛委員会委員長を、また2004年から2007年にかけては国際貿易委員会委員長を務めた。 またはロン・クレスポはグローバルパネルファンデーションの顧問をロンドンのシンクタンクゴールド・マーキュリー・インターナショナルの諮問委員を務めている。ありがとうございます。